はーい。本日はこうしてお集まりいただきありがとうございます。それでは、お約束のあれやりますか。あれか。わかったぞ。皆さん準備はいいですか。せーの。メリークリスマス。メリメリクリスマース。クリクリ。どうしたんですか、イサミさん。いきなり頭の上に指を立てて、角ですか？え？いや、ハロウィンの時にウィンウィンって知ってただろ？だからクリスマスはクリクリかなと思ってたな。いや、それならクリクリじゃなくてマスマスなんじゃないかな。いやいや、突っ込むところ違うわよね。もう恥の上塗りだから説明しておくが、このポーズは鹿のつもりでだな。姫里さん、クリスマスに合わせるならトナカイよ。ドンマイいいちゃん。まあまあ、かわいいし採用採用。せーの、クリクリー。クリクリー。私が悪かった、やめてくれ、5章だ。無邪気さは時に恐ろしい狂気になるわね。まあまあ、騒ぐのもその辺にしてケーキ食べよっか。でも小太郎さんを待たなくて本当にいいんですか？うん、相談室の仕事でもうちょっと遅くなるから先に食べててって。そうですか、残念です。じゃあ小太郎が戻ってくるまで私たちが盛り上がっておかないとね。ああ、そうだな。姫里さん、その七面鳥まだ切り分けてない。というか丸ごと食べる気？これが食べずにいられるか。いいちゃん、やる気だね。よーし、私も負けないよ。マルナ、丸太ケーキを持てい。丸ごと。はい。大丈夫なんですか？クリクリ。姫里さんが余計やけに。さあさあ、みんな食べろ食べろ、まだまだ料理はあるからね。はい、いただきます。星名さん、いいの？この調子だと全部食べちゃうかもしれないわよ。高村の分の心配？いや、だってほら、一人仕事をして戻ったらなかったなんてひどいじゃない。じゃあ後で唐小路さんが作ってあげれば？私が？それもそれでひどい目に遭わせてしまう気が。ああ、作ってはあげるんだ。不公平なのは良くないでしょ？だね。何よその顔。よしみんな、今から星名サンタさんからハイカロリーなプレゼントがあります。逃げた。カロリーカロリーハイカロリー。ああ、どんどん持ってきていいぞ。もはや私を止めるものなどない。ああ、全部食べちゃダメですよ。堀江さん、これ。タッパー？はい、小太郎さんの分の取り分けお願いできますか？私、追加分をレンジしてきますから。うん、わかった。堀江、ほい、チキン切り分けておいたよ。胡椒多めの方が小太郎好きだったよね。ええ。ああ、それじゃああっさりとしたこのサラダとグレープフルーツも入れておくか。高村も遅くまで仕事で疲れてるだろうしな。そうね。よかったね、唐小路さん。これで高村へのクリスマスプレゼントはできたね。いやいや、余り物タッパーとか斬新すぎるでしょ。ちゃんと用意してるから。ほほん、ちゃんとね。だからいちいち意味深にしないの。日頃の感謝の印だし、そういう星名さんだって用意してるくせに。うわ、知ってたんだ。あ、私も用意してるよ。マルナもあるんだよね。はい、イサミさんと一緒に探しに行きました。マルナ、あまり言うな、恥ずかしい。すみません。なんだ、結局みんな用意してるんじゃない。早く小太郎さん戻ってこないかな。きっと驚くよ。お出迎えはみんなでクリクリだね。そうにゃ、勘弁してくれ。ごめんごめん、いーちゃん。まったくもう。